はい、皆さんこんにちは。今日はですね、近況ということで、まあ、新型コロナウイルスの影響のお話になるかと思います。本日はですね、2020年の3月28日です。新型コロナウイルスの影響で、まあ、なんか東京ではもう3日連続で40名以上ね、感染者の方が見つかってしまっているという状態で、今週末はですね、今土曜日で、これから土日を迎えるんですが、まあ、自粛、外出の自粛ですね、の要請がされているという状態で、なんかまあうちまあ九州なんですけど、まあ、東京の方のね、ライブカメラとか見てると、もう渋谷とかももうガラガラみたいな感じの状況になっております。まあね、非常にまあ今、日本国内の経済とかもですね、厳しい状況にあります。で、まあいろいろね、関東近辺のボルダリングジムとかの、ホームページとかを調べてみるんですけども、あんまりこうまだなんか営業の自粛とかですね、そういうのはあまりないような感じで、時間を短縮してっていうところが、大手さんとかでちらほらあったかなっていう感じですね。なぜね、休業しないかっていうと、休業をね、続けてしまうと、今まで先にもらってたね、例えば半年パスとかね、うん、1ヶ月のね、利用パスなんかのね、これをね、休業が続いてしまうと、返金しないといけなくなっちゃうんですね。返金の対応っていう風になってしまうんですよ。で、もうね、今現状で、お客さん多分、どこのね、ボルダリングジムも多分売り上げ下がってる状態で、だからといって固定費のところで切れるものは、その、家賃とかも定額ですからね、払っていかないといけないというところで、どこも厳しいですよ。で、もうその厳しい状態で赤字になってる状態で、さらに返金までってなったら、もうそもそも無理なんで、もうこれがもうできないから、休業できないっていう感じじゃないかなと思ってます。まあ私はもうもともとね、ボルダリングジム経営してて、もしまあ今自分が経営している立場だったら、多分返金なんかもとんでもないっていう感じだろうなとは思いますね。はい。まあそういう厳しい状態でございまして、まあうちですね、一応ボルダリングのそのクライミングのホールドを作ってます。まあこんな感じの、ちょっと出来損ないなんですけどね、なんかこんな感じのホールドを作ってる。まあメーカーかな、メーカーまでいけないんですけど、クライミングホールドを作ってるんですよね。で、まあ、そういうのを自作してまして、なんとかかんとか食いつないでる感じなんですけども、今ね、現状をお話ししますと、なんて言ったらいいかな、ボルダリングジムからのね、もう注文とかいうのはもうほぼほぼなくなってます。はい。多分、どこもね、まあ、今発注できるような、体力のあるようなとこって多分ないと思ってて、で、昔はね、結構あったんですよ。まあ、クライミングホールド、40セットみたいな感じで、むちゃむちゃね、大きな、注文とかってあったんですね。20セット、40セットとかあったんですけど、もう今はもう個人のお客様だけっていう感じで、まあ、それが、まあ、1、2セットずつ頼んでくださるっていうのが多い感じですね。で、まあ、室内で今、屋外あんまり出るなっていう感じなんで、その新型コロナウイルスの影響でね、外にはあんま出ないでくれっていう感じになってるので、どうしてもね、クライミングホールド、個人の方が買われてて、まあ、これが大体1、2セット、小口なんですね。で、まあ、小口で、まあ、買ってくださるから、本当ありがたいはありがたいんですけどね。まあ、小口のやつが多いと、なんていうかな、宛名を、印刷したりとか、あと、梱包したりとかですね。まあ、そういうので結構手間はかかるんですけど、
なんか結構忙しいんですよ。忙しい割にはあの最後、累計の、ね、金額見るとこんな感じですかみたいな感じの、金額はやたらあの少ないという感じですね。忙しい割には仕事あ の金額は少ないというのが実情でございます、はい。で、まあですね、この傾向はもうこれからどんどん強まっていって、まあもう個人さんしか買えないっていう感じですね。もうボルダリングジムとかはもうどこも、今から苦しくなってきてて、で、まあ、最大の問題はねやっぱり出口がね、まあ、全然見えない感じですね、っていうのがあります。例えばまあ今週ね、いろいろ外出を自粛するじゃないですか。じゃあ来週には良くなってますかって言われると、それはねはっきり言ってね何の科学的根拠もないんですね。良くなってるっていう科学的な根拠はないっていうことですね。来週ひどくなってる可能性もあるし、まあ、今週とあまり変わらない可能性っていうのもあるのかなと思ってて、うん、これがね例えばあの台風とかだったら分かりやすいじゃないですか。週末台風来てますって言ったら、ああ2日3日ちょっと家から出れないよねって分かるけど、まあそれ以降はね、まあ、凄まじいその被害があったりとか水害とかなったりすると、ちょっとあの状況変わってくるんですけど、まあうち、まあ、九州なんですけど、普通規模の台風だったら、まあ2日か3日かまあ家にね、閉じ込められてしまうけど、まあそれやり過ごせばね、まあ翌週はまあなんとか動けるっていう場合が多くて、まあ2週連続で台風とかっていう場合もまあないこともなくて、そういう時もねあるにはあったんですけど、まあそれは稀で動けるもんなんですけど、このね新型コロナウイルスのところではね、ちょっとどうしようもない感じで、来週そのこっちのね九州の方も大丈夫かどうかって本当に分かんない状態っていう感じです。はい。でまあ一応ね、うちはねあの宮崎県なんですけど、まあ町はまあ普通に平穏な感じで、まあ物流もまだ滞ってなくっていう感じですねにはなっております。で、まあこれからちょっとどうなるかは分かんないので、まあこれからだんだん多分ね売り上げも減ってくるんじゃないかなと思ってて、その個人さんもねもう結局いろんな会社じゃないところですね、大きい会社とか公務員の方とかはまあ大体しっかりとしたね給料いただける感じなんですけど、やっぱり中小零細企業とか個人でね自営業されてる方とかはだんだんお金が今回ってませんからね、ってなるともう買えなくなってくるっていうのがまあ大体分かってますから、はい、厳しくなってくるだろうというところで、はい。でまあボルダリングジムで、まだね今やってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、まあまあうちも一緒ですね、そういうの意味ではですね、まあ来週多分うちも何て言うかな、日本政策金融公庫さんの方に、融資の申し込みを出そうかなというふうには思っています。はい。まあコロナのねウイルスの影響も多分今からだんだん出てきて、まあ、だんだん売れなくなるだろうという、まあ一瞬だけねやっぱりちょっと、まあ巣ごもり需要みたいな感じで、忙しくなったんですけど、まあ、これから長いスパンを考えていくと、そうですね、まあ今収まってくれればまあもうちょっと持ち直すんでしょうけど、まあこれ以上ねこう広まっていって、まあ、一番うちが問題とするのはやっぱりあれかな、物流が止まっちゃうっていうことですね。こちらからこう宅配便で、関東とか関西とか出してるんですけど、宅配便とか郵便でね、出してるんですけど、まあ、ちょっとそれがね止まるともうちょっとやばくて、うちとしてはね、もう完全やばいですね。もう郵便とかその、宅配便まで止まっちゃうと完全にやばくて、まあ、ちょっとそうなる前にねダメ元なんですけど、まあ高校さんの方にお願いはしてみようかなというところで、ちょっと電話してみたんですけど、まあ、繋がって、書類はね、出していいよということだったんですね。はい。ちょっと、まあ、他のね、個人のボルダリングジムさんとかとはうちは違ってね、特段こう、ちょっと、書類出せないような事情があるんです。はい。で、そういう事情があって、
ってっていうのも伝えたんですけど、まあ、とりあえずそういう事情は、はい、分かりましたと、ただ融資が出るかどうかは分かりませんけど書類は受け取りますという話であったので、とりあえず、まあ、出してみようかなというところでございますね。はい、まあ、どこも厳しいので、もううちもね、もう全然、厳しくないというわけじゃなくて、まあ、首都圏の方とかも外出をね完全にダメっていうところではないので、まだその辺はですね、まだ幾分は、まあ、その方々よりかはいいのかもしれないんですけど、まあ、共にねこう頑張っていかないといけないなとは思ってます。はい、でまあ今日はねすごい今雨ザーザー降ってきまして、ちょっと大変なんですけど、まあ、外にはあんま出なくていいような、ね、作業を今日はやっていこうかなと思います。明日もちょっと外出れるかどうかちょっとね、あんまりこう室内こもっててもね、ストレスばっかり溜まっちゃうんで、まあ少しは出るようにはしますけども、はい、そういった日常でございました。ありがとうございました。